ネズミの作り方。使用するバルーンはこちら。花を作ります。160ブラックに3センチほど空気を入れます。両端を結び合わせ、球形にしてください。260ブレを膨らませます。アップルリンクします。絞りひねりを一つ。これは口になります。260白を膨らませます。グレーの絞りひねりに絡めます。グレーで3センチのバブルを一つ。絞りひねり。グレーで 3.5 センチのバブル。絞りひねりを一つ。柔らかめのはひねりを作ります。絞りひねりを輪っかに突っ込んでください。これは耳になります。白で4センチのバブル。グレーで 2.5 センチのバブルを作り、ひねり合わせます。グレーで 2.5 センチのバブル。絞りひねり。柔らかめのはひねりを作ります。絞りひねりをはひねりに突っ込んでください。3.5 センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。白で4センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。白は切り取ってください。グレーで5センチのバブルを作り、あまりはしぼませます。
白のバブルの間を通し、口の絞りひねりに絡めてください。260グレーを80センチほど膨らませます。指定した絞りひねりに取り付けます。7センチのバブルを作り、口の絞りひねりに絡めます。もう一つ7センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。目を作りましょう。160黒に空気を入れます。2センチのバブルを2つ作り、あまりはしぼませます。両端を結んでください。これを顔に取り付けます。白のバブルの間を通し、後ろの絞りひねりに絡めます。体を作りましょう。3センチのバブルを1つ、絞りひねりを2つ。5インチラウンドグレーに空気を入れます。これを絞りひねりに絡めます。260グレーで9センチのバブルを1つ、絞りひねり。8センチのバブルを1つ、絞りひねり。9センチのバブルを1つ作り、元の絞りひねりに絡めます。
260グレーに空気を入れます。5センチのバブルを一つ、絞りひねりに絡めます。7センチのバブルを一つ、絞りひねり。7センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。5センチのバブルを作り、残りはしぼませます。9センチのバブルを作り、後ろのしぼりひねりに絡めます。残りはしぼませてください。腕を作ります。260グレーに空気を入れます。5センチのバブルを一つ、首の絞りひねりに絡めます。5センチのバブルを作り、余りはしぼませます。足を作りましょう。260ピンクを膨らませます。260グレーの先端に接続します。絞りひねりを一つ、3センチのバブルを一つ、小さな絞りひねりを3つ作ってください。3センチのバブルを一つ作り、元の絞りひねりに絡めます。余りは切り取ります。もう片方の足も同様に作ります。手を作ります。260ピンクに空気を入れます。260グレーの先端に接続します。
絞りひねりを3つ作ります。残りは切り取ってください。もう片方の手も同様に作ります。尻尾を作ります。160ピンクに空気を入れます。後ろの絞りひねりに取り付けます。土台を作ります。5インチラウンド緑に空気を入れます。もう一つ空気を入れ、接続します。同じパーツをもう一つ作り、組み合わせます。土台とネズミを組み合わせます。これで完成です。お疲れ様でした。